ここがユリウスさんの家？ルルのお家？ここまで長かったな。エルはいつうちに帰れるんだろう。さてどうしようか。そういえばお腹減ったね。あ、エルトマト苦手。わかった。トマトは入れないよ。まったく。パパとか大人はなんでトマト好きかな。いただきます。これプロ並みだよ、ルドガー。パパのと同じくらい美味しい。エルのパパだけど、今どこにいるの？わかんない。怖い人が家に来て、エルだけ逃げちゃったから。ちなの、パパを助けてってお願いしないと。お邪魔するよ、ルドガー君。ビズリーさん、無事だったんですね。私はな。うわっ、君は驚いてる暇がな、あるようだな。イバル面白いな、イバル君。その愛嬌を買って雑務エージェントとして雇おう。ありがとうございます。何の真似ですか？状況が分かっていないようだな。次です。自然工場アスコルドを巻き込んだ列車テロの被害状況が明らかになってきました。列車衝突による爆発でアスコルドは全焼。列車の乗客と工場の人員合わせて2000名以上が死傷しました。被害額は100億ガルドを超え、最終的には500億ガルド以上に上るとみられます。当局はテロ首謀者としてクランスピア社社員ユリウス・ウィル・クルスニクを全国に指名手配しました。違います、ユリウスさんは。あの状況で私に切りかかった男が無実だというのかね。警察は複数の共犯者がいるとみて関係各所を捜索中です。当然君は最重要参考人だ。エルもルドガーも関係ないってば。容疑者の弟が事件の日に偶然駅に勤め、列車に乗り込み容疑者と一緒に消え去った。これを信じろと。事実なら証明してみせろ。ユリウスを捕らえれば真実は明らかになるだろう。でもメガネのおじさんは。あの男は生きている。数時間前、社長の GHS に連絡が入りました。我が社のトップエージェントだ。警察に捕まる玉じゃないが、身内になら隙を見せることもあるだろう。どうだ、やるというなら警察は私の力で抑えよう。わかった、兄さんを捕まえる。迷いがないな、いい判断だ。ルドガー。これで君はクランスピア社の保護下に入った。現在の有力情報は2つ。
前室長はヘリオボーグのバランという研究者と交流があったようです。またマックスバードで必要にユリウスについて探る人物が目撃されています。バラン様、いっぱい言われてもわかんないです。ヘリオボーグとマックスバードに行ってみろってことですね。またお金ないとダメかも。結果も示さず報酬を求める。ユリウスは君をそんな風に育てたのか？ドクター・マチスと顔見知りだったとはな。そんなことより、なぜこんな面倒な真似を？器の形は見た。次は深さを測らんとな。